ココ・シャネル。本名ガブリエル・ボヌール・シャネルは、1883年、選択婦ウジェニー・ジャンヌ・ドゥボルの子として、フランスの修道女会が運営する慈善病院で生まれました。ガブリエルは、ジャンヌとアルベール・シャネルの第二子であり、父のアルベール・シャネルは各地を回って作業着や下着を売り歩く行商人で、定住所を持たず、市場のある町から町へ移動する生活を送っていました。アルベールとジャンヌの間には二男三女がおり、一家は一部屋だけの住居にすし詰めで暮らしていました。ガブリエルが12歳の時に母ジャンヌはこの世を去りました。ガブリエルことココ・シャネルは、母が32歳で結核により死亡したと後に主張していましたが、実際は夫であるアルベール・シャネルの借金を返すために働き詰めであり、それに加えて彼からの暴力もあり、そのストレスや貧困が原因であったと言われています。父アルベールは息子2人を農場労働者として送り出し、娘3人はオーバジーヌの聖母マリア精神会が運営する孤児院に預けられました。聖母マリア精神会は、捨てられて孤児になった少女たちのために家庭を与えるなど、貧しく排除された人々を保護するために設立された修道会であり、孤児院での生活は厳格な規律が課せられる厳しく質素なものであったが、ここで裁縫を学んだことは、彼女の後の仕事につながる経験であった可能性があります。しかし、彼女にとって孤児院送りとなったことは耐え難い惨めな経験であり、後に電気作家やジャーナリストたちが彼女にインタビューを行った時も、そこでの生活について一切語ることはなく、また晩年にはいくつか幼少期のことを語っていたようですが、シャネルが晩年に語った子供時代の話には多くの矛盾点があり、さまざまな魅力的な物語が付け加えられているが、これらの話の多くは事実ではないと言われています。母親が死んだ後、父が運命を切り開くべくアメリカに向かい、自分は二人の叔母に預けられたとか。ミドルネームであるボヌール、幸福の湯は、洗礼式の際に彼女を洗礼板の上に運んだ修道女が、将来の幸福を祈って名付けたものだとも語っているが、洗礼証書にはガブリエルの名前しかなく、これも創作であると見られ、これらのことからも彼女の幼少期は自身でも受け入れがたいほど過酷なものであったことがうかがえます。この他にも、ビシーに住んでいた頃のシャネルが、大切な男性を亡くした際に友人に漏らした、私がどんな風に感じているか、わざわざ説明しなくても結構よ。こんな思いは、とても小さな頃から知ってたわ。私は全てを剥ぎ取られて死んだのよ。こんなことは12の時に経験済み。人間はね、一生のうちで何度でも死ぬものなのよ、という言葉を漏らしており、幼少期の彼女がいかに過酷で耐え難い暮らしをしてきたかが、この彼女の言葉からも伺えます。またココ・シャネルの名言で、私の人生は楽しくなかった、だから私は自分の人生を想像したの、というものがありますが、楽しくなかったというのは、この幼少期のことを語っていたのだと思います。そして18歳になるとオーバジーヌの孤児院を出なければならなかったため、彼女は次にムーランの町のカトリック女子寄宿舎に預けられました。孤児院で6年間裁縫を学んだ後、シャネルは仕立て屋で職を見つけました。そして副業として騎兵将校のたまり場となっていたキャバレーで歌を歌い、役者としての活動を始めます。彼女の仕事はポーズ上と言われる、スターたちが舞台で入れ替わる間の場をつなぐパフォーマーでした。その職自体に給料は出なかったため、その収入源はテーブルを回ってチップを集めることでした。彼女がココという名前を得たのはこの頃で、彼女はココというニックネームを父親から与えられたものだというのを好んだが、ココは彼女のレパートリーの曲ココリコ、または囲い物を暗喩するフランス語の単語ココットから来ていると考えられています。ポーズ上としてのココは売れっ子ではありましたが、田舎の舞台での脇役は彼女を満足させるものではなく、都会のより本格的な舞台の上で活躍することを目指すようになっていきました。1906年、シャネルは温泉リゾート地ビシーに向かいました。ビシーは林立するコンサートホール、劇場、カフェを誇っており、彼女はそこで芸能人として成功することを夢見ました。しかし、競争の激しいビシーで実績のない人間には機会はほとんどなく、半ば素人の娘をポーズ上として舞台に置いてくれる場所はなく、ビシーでのデビューの糸口をつかむことはできませんでした。シャネルは何度かオーディションを受けましたが、その容姿こそ評価されたものの、歌声に対する評価は低く、
舞台の仕事を得ることはできませんでした。また、貸衣装やレッスン代がかさみ、何としても職を見つけなければならなかったシャネルは、治癒効能があるとして有名な、ビシーのミネラルウォーターをグラスに注いで分けるという仕事に従事しました。ビシーの行楽シーズンが終わると、シャネルはもともと働いていた古巣のラ・ロトンドに戻ります。この時には、彼女は自分の将来において、舞台での成功が見込めないことを認識していたようです。私の好きな彼女の名言に、扉に変わるかもしれないという、勝手な希望にとらわれて、壁を叩き続けてはいけないわ。というものがありますが、この道では成功しないと見切りをつける判断力も、成功するためには重要なことなのだと思います。ビシーに出る前、ムーランでシャネルはフランス軍の元騎兵将校かつ繊維業者の息子である、エティエンヌ・バルサンとで会いました。バルサンは兵役後に両親の莫大な遺産を受け継ぎ、またプレーボーイで鳴らしていた人物でもありました。彼は遺産を使って、ロワイヤ流で競走馬の育成を始めました。この計画を聞いたシャネルは同行を望み、バルサンの愛人となってロワイヤ流で生活を始めました。ここでの生活では贅沢を極め、高価なダイヤモンド、ドレス、様々な美食、とバルサンはシャネルにありとあらゆる贅沢を与えていました。バルサンはシャネルを社交界の場に立たせようとはしませんでしたが、競馬狂いであった彼のもとでシャネルは乗馬を学び、馬に熱中しました。この経験は後のシャネルの革新的なデザインに影響を与えています。この時のフランスでは、富裕層の女性の服装は、ルイ16世時代のような、装飾豊かでボリュームのあるものが流行しており、ロングスカートや、つば広防止のために彼女たちは移動の際に男性の補助が必要でしたが、着飾った姿は富と地位を証明するものであり、女性たちがあえてこれを拒否することもなかったようです。乗馬は上流階級の婦人たちも行うものであったが、乗馬時の服装もロングスカートが普通であったため、横座りで騎乗しなければならず、またスカートがはためいた時に足首を露出させないように乗馬用のブーツも必要であった。しかし、こうした作法に無頓着、あるいは無知であったシャネルは現地の仕立て屋に、自分の体型に合わせて乗馬用のズボンを作るように求めました。これはズボンが明確に男性用のものであった当時としては突拍子もない話であり、ココ・シャネルの生涯に関する本を執筆しているエドモンド・シャルルルは、シャネルが仕立て屋に出した注文について、彼女は自分がいかに過激なことを言っているのか気づいていなかったに違いない、とコメントしています。シャネルの名言にはこんなものがあります。私は流行を作ってるんじゃないの。私が流行なの。公爵夫人はたくさんいるけれど、ココ・シャネルは一人だけ。このエピソードや名言からも、彼女が他人の目に左右されることなく、自分が良いと思ったものを信じる心の強さがあったことがうかがえます。成功する人というのは、やはりこういうメンタルが大事なのかもしれません。また、後にデザイナーとして成功した時の名言として、着飾りすぎる女性は、エレガントとは言えない。気品というのは、新しいドレスを着ることではない。下品な服装は服だけが目につき、上品な服装は女を引き立たせる。私は贅沢が大好きです。贅沢とは、お金を持っていることや、けばけばしく飾り立てることではなく、下品でないことを言うのです。下品こそ、最も醜い言葉です。私はこれと戦う仕事をしています。などがありますが、これはこの時代の富裕層の女性の服装に対して、良い印象がなかった気持ちからの言葉かもしれません。そして着飾りすぎることをあまりよく思わなかったシャネルが、リトルブラックドレスなどを作るきっかけとなったのも、この時の経験が大きな要因となっているのかもしれません。やはり世間の常識にとらわれず、自分が変だと思ったら、その感覚を信じることができるシャネルは、かっこよく、どの時代に生まれていても、成功をつかんでいたのだろうと思ってしまいます。バルサンと暮らしている間、シャネルは主にバルサンの家に出入りする女性たちのために帽子をデザインしていました。当初これは暇つぶしのようなものでありましたが、バルサンの勧めもあり、1910年に婦人用帽子職人のライセンスを取得し、パリで最もファッショナブルな地区、カンボン通り21番地に、自身が作った帽子のみを取り扱うブティック、シャネルモードを開店しました。そして、シャネルの製帽業者としてのキャリアは、舞台女優ガブリエル・ドルジアが1912年に、演出家フェルナンド・ジエールの作品、
ベラミでシャネルの帽子をかぶったことで成功へと進んでいきます。1913年、シャネルはカペルの資金提供で同ビルにブティックを開業し、ここでシャネルは当時主に男性用下着に使用されていたジャージーやトリコットのような安手の生地を初めて女性用の衣服に使用し、レジャーやスポーツに適した豪華でカジュアルな服装を打ち出したり、帽子、ジャケット、セーター、そしてセーラーブラウスのマリニエルを販売しました。シャネルは妹のアントワネットと同じ年の父方のおばアドリエンヌという二人の家族から献身的な支援を受けており、アドリエンヌとアントワネットはシャネルの作品のモデルを務め、毎日のように街と遊歩道を練り歩きシャネル製品を宣伝していました。そしてドービルで成功したシャネルはその成功を再現することを決意し、1915年にビアリッツに本格的な店舗を出し、初のオートクチュールコレクションをデザインしました。ビアリッツは王族、貴族の集うリゾート地であり富裕層が多く、ここで成功したシャネルは1916年にはカペルが提供した原資を返済することができるようになり、ここからシャネルは成功の一途をたどります。1921年にはシャネル初の香水ナンバー5を発売。マリリン・モンローなどの著名人も愛用し、女性のための香水として爆発的なヒットをします。また経営権などでかなり揉めはしたものの、ピエール・ベルテメールと共にパルファム・シャネルを設立し、香水の売り上げをさらに伸ばします。ただしこの香水の経営権に関してはベルテメール一族と長きにわたり闘争を続けることとなります。1925年にはスキンケア用品の開発に取り組み、初のメイクアップコレクションを発表。そして1926年にはあのリトルブラックドレスを発表します。リトルブラックドレスとは黒一色のワンピースであり、今では特別なものではなく、シック、シンプル、合わせやすいなどといったように汎用性の高いカラーとして多くの人から支持されているものだと思います。しかしこのドレスの登場当時は黒は喪服の色でありカビが良いとされていた時代の常識とは逆行したものでした。コルセットでウエストを絞り、レースやフリルのドレススタイルが主流であったのに対し、ゆとりがあり軽やかで動きやすさも考えられたリトルブラックドレスはかなりセンセーショナルなものでした。戦争で男性が駆り出され、女性が社会の労働力として活躍し始めていた1900年代前半、ビジュアルを重視したコルセットは日常着としては不自由極まりないものだとシャネルは思っていたようです。黒をファッションカラーとして取り入れ、ゆったりとした作りながらも女性の曲線美を感じるリトルブラックドレスは多くの女性の心をつかみました。一方で先に述べたようにフランスでは貴族的なファッションが長く根付いていたということもあり、一部ではシャネルの新しいスタイルは品がないという声も上がっていたようですが、戦後の社会様式や価値観の変化、また国を越えてアメリカのファッションシボーグで取り上げられたことで、徐々に現代のファッションとしてシャネルのスタイルは認知されるようになります。シンプルで機能的なスタイルはリトルブラックドレスだけではなく他のシャネルファッションにも共通しており、ジャージー素材、パンツスタイルといった例で女性にタブーとされていたものを自由に作り上げて世に広めました。そんな独自のファッションを広めたシャネルの名言にはこんなものがあります。たくさんの色を使うほど女性は醜くなることに気づかない。これはリトルブラックドレスを作るきっかけとなった言葉で、周りが良しとしているものだから良いものなんだと考えず安易に流されない自分を持っているシャネルらしい言葉とも言えます。他にも、私は流れに逆らって泳ぐことで強くなったの。ただの人じゃなく一角の人物になろうと思ったら随分たくさんの人が離れていくものよ、など安易に周りに流されない真の強さがうかがえる名言がシャネルにはいくつもあります。ここからシャネルの快進撃はとどまることを知らず続いていきます。1929年にはシャネルを代表するチェーンバッグのマトラッセが誕生します。売上も会社としての規模もどんどん大きくなっていき、シャネルは1935年には従業員4000人を抱えるほどの大企業へと成長していきます。交友関係も華やかな広がりを見せ、世界的芸術家であるピカソやジャン・コクトーとも交友関係がありました。またケンブリッジ公爵の隠し子と言われたベラ・ベート・ロンバルディの紹介により、シャネルはイギリスの最上級貴族社交界に加わることとなります。この時シャネルは40歳で、
孤児院で育ったとは思えないほど華やかな人生を送っていました。しかし、1939年に始まった第二次世界大戦の影響もあり、シャネルは突然ブティックのみを残し、作業場のアトリエを閉鎖してしまいます。そしてそこからシャネルの転落が始まります。1940年、ドイツ軍がフランスを占領した際には、シャネルはドイツ軍が居住先として選んだホテルリッツでたまたま暮らしており、ドイツ外交官で諜報員のフォン・ディンクラーゲ男爵の愛人となります。男爵の表向きの顔は外交官でしたが、彼にはドイツ軍情報部のスパイとして機密情報を探る任務があり、イギリス元首相のチャーチルや英国貴族などとの交友関係を持っていたシャネルを利用しようとシャネルに近づき、その結果シャネルはドイツの諜報活動に関与していきます。ただ、シャネルも考えなしに男爵の愛人、そして諜報活動を行っていたわけではなく、シャネルが香水事業をユダヤ人のベルメテール一族に譲渡した後に、もともと知名度があったナンバー5の香水が、彼らのアメリカでのマーケティングにより、シャネルの想像を超え爆発的に売り上げを伸ばしたことで、香水事業をベルメテール一族に奪われたと考えており、フォン・ディンクラーゲ男爵と共に、ユダヤ人の財産を禁止する法律を利用し、ベルテメール一族からシャネルの香水事業を取り返せないかと画策しての愛人関係、諜報活動だったと言われており、そしてココ・シャネルとフォン・ディンクラーゲ男爵は、ウィンウィンの関係を結び、対独協力行為を積極的に行ったと言われています。しかし諜報活動への協力も虚しく、ベルテメール一族から事業を奪い返す前に、パリが解放されると、シャネルはドイツの諜報活動に関与したとされ逮捕、フランスの粛清委員会から尋問されてしまいます。自身と交友関係があったイギリス元首相チャーチルによる計らいにより、この時は確定的な逮捕には至らず数時間で解放されましたが、シャネルはドイツの諜報活動に協力したことで犯罪者とされることを恐れ、スイスに亡命。表舞台から姿を消すこととなりました。逃げるようにしてパリからスイスに移ったシャネル。フランス語圏であるスイスローザンヌ地方での亡命生活は15年にも及びました。ファッション業界で成功したシャネルでしたが、お膝元であるフランスを裏切るドイツへの協力行為により立場は一転、デザイナーとしての活動は難しくなり、実質的に業界から退くこととなりました。当然シャネルの勢いも落ち、取って代わるようにイヴ・サンローランやクリスチャン・ディオールといった高級ブランドが大流行するようになります。この亡命期間中の活動はというと、デザイナーとしての活動はもちろん難しかったようですが、ベルメテール一族との香水事業の闘争は続いていました。シャネルのナンバー5はもはや世界的ベストセラーの香水であり、香水事業の行く末はかなり注目されていました。長きにわたる経営権の争いは法的介入をもって、1947年にやっとのことで和解が成立しました。1924年にココ・シャネルとベルメテールとが結んだ契約でしたが、これ以降の利益9億ドルがココ・シャネルに渡ることになったのです。また、今後のナンバー5の販売利益の 2% も彼女に渡ることとなりました。契約見直しにあたっては、経営権や利益以外のシャネルの生活や、身の回りに関する面でもベルテメール一族からの援助が決まり、これもあって彼女は世界一裕福な女性として記録されたこともありました。1954年、ベルメテールからの援助もあったことで、閉鎖していたパリのブティックを再開、15年ぶりにシャネルが表舞台に復活します。しかし15年も姿を消していた彼女の作品は受け入れられず、またクリスチャン・ディオールが流行っていたこともあり、若い人にはシャネルというブランド自体、あまり認知されていない状況でした。そのせいもあって、復帰後のパリのファッションショーでは酷評を受けてしまいます。70歳を超えていたシャネルは、華やかな復帰とはいきませんでしたが、彼女自身のファッションを突き詰めることに注力します。そして、フランスでは酷評を受けた復帰後の彼女の作品ですが、アメリカでは新しいファッションとして高評価を得ます。アメリカではすでにシャネルの香水ナンバー5が知れ渡っており、マリリン・モンローなどの著名人もシャネルを愛用していたことで、シャネル人気は一気に高まります。女性らしいにもかかわらず、動きやすく実用的なシャネルのスーツはアメリカでも革新的であり、1955年にはモード・オスカー賞を受賞するという快挙を成し遂げました。シャネルが復活を遂げるとともに、
彼女の過去の世間を騒がせた数々の言動、多くの恋愛に関する話も世間に広がりましたが、彼女の紆余曲折を経た今回の快進撃が逆に世間に好感を持たせました。そして当たり前を覆し、女性の自立を掲げたファッションはシャネルルックと呼ばれ、私は流行を作っているのではない、私が流行なの、という言葉通り、ココ・シャネルはシャネルというブランドの象徴やカリスマとして認識されるようになりました。完全なる復活を遂げ、モードの女帝として君臨したシャネルの晩年は、仕事をしないと退屈なのと言って住まいのホテルリッツで数々のデザインの仕事をこなす日々でした。女性起業家として巨万の富を得ていたシャネルには、お金目当てで近づく者も多数いましたが、心を許せる複数の友人と散歩をしたり食事をしたりと、晩年は若い頃とは正反対の穏やかな生活をしていたようです。そんな暮らしをしていたシャネルでしたが、とある日ホテルで息を引き取っている姿が発見されました。1971年87歳の時でした。シャネルが生前時にローザンヌで埋葬してほしいと希望していたことから、彼女は現在スイスのローザンヌで眠っています。ココ・シャネルの人生はどうでしたか？彼女の人生からあなたの人生の糧になる新たな気づきはありましたか？女性が活躍するのが当たり前ではない時代に、孤児として幼少期を過ごしたにもかかわらず活躍したココ・シャネルでしたが、常に女性らしさを失わずに強く美しく生きました。そんな彼女の名言には、女性ならではの名言がいくつもありますので紹介します。女性にはとても可愛らしい存在であってほしいの。そして自由であってほしい。自由に腕を振って颯爽と歩いてほしい。時代に取り残されずに。私は男の人に小鳥の重さほどの負担もかけたいと思ったことはないわ。男はみんな子供だって分かってるなら、あなたはあらゆることに精通しているわ。女性が少しも身なりを整えずに街へ出てはダメよ。その日運命の人と出会うかもしれないじゃない。だからできるだけ可愛くあるべきだわ。恋多き女として、女性らしさを失わずに強く生きた彼女らしい名言です。また私の好きな彼女の名言の一つに、実際にどう生きたかということは大した問題ではないのです。大切なのはどんな人生を夢見たかということだけ。なぜって、夢はその人が死んだ後も生き続けるのですから、というものがありますが、その言葉通り、ココ・シャネルが築いたブランド、シャネルは、ココ・シャネルが死してなお世界中から愛され続けています。最後に、まだ紹介していない彼女の名言を5つ紹介し、今回はお別れとさせていただきます。20歳の顔は自然からの贈り物、30歳の顔はあなたの人生、50歳の顔はあなたの功績よ。翼を持たずに生まれてきたのなら、翼を生やすためにどんな障害も乗り越えなさい。最も勇敢な行為は自分で考え続けること。そして声に出すこと。美しさは、あなたがあなたらしくいると決めた時に始まる。人生は一度きり。だから思いっきり楽しむべきよ。